それではここで安西雅弘さんより皆様にメッセージがございます。その後、武田恵里さん作曲、そして彼を長年にわたり支えてくれている奥様静子さんの作詞によります明日に向かってをお聴きいただき、特別アワーをお開きにしたいと思います。それでは安西さん、よろしくお願いいたします。本日は長い時間ありがとうございました。この糖尿病、本当に歌にもありましたけど痛くも痒くもありません。ですからですね、年に1回や2回は、先生もおっしゃってたように、検査を受けて、ね、血液検査ちょっと受ければ分かることですから、ぜひとも受けていただきたいなと思います。そしてもし糖尿病だよって言われても、この合併症をですね遠ざけるいいわけです。糖尿病になっても糖尿病と仲良くする、喧嘩したらいけません。糖尿病と仲良くするわけです。合併症をこう遠くに追いやるということは血糖値を安定させるということですからね。そして楽しく幸せな生活をしていただきたいなと思います。本当に本日はありがとうございました。それでは、最後になりますが、明日に向かってお聞きください。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.